暑もう絶対 T シャツで着たくない暑暑い。あ、どうもお兄さんです。今日動画は竜王公園じゃなくて黄金山来てます。いつもはサイクルジャージで来るんですけど、T シャツ短パンで昼クライムしたらどうかっていうのを、まあ当たり前きついっての分かってますけど、それをその動画を晒しに来ました。今日はパタゴニアのロゴ T とグランピーの昔販売したオリジナル短パンで来てます。今時刻が12時6分、もう今一番暑くなる時です。いや暑い。ジャージがいい。なんでかっていうと、この T シャツになるとここがこう突っ張るっていうか、肩がこう伸びないし、短パンになるとこう擦れて足が痛い。だからまあ実際、まあ、ジャージと、ね、ビブのショーツみたいないいですけど、今から上まで登ってみてもっと汗だくになると思うんで、それをみんなに見てもらいましょう。はい、じゃあ行きますね。今日は、グランピーのこのシルバーのいつもロードバイクで来てます。で、帰りはもしかしたらもう嫌になりすぎてジャージに着替えるかもしれないんで、サドルバッグの中にはジャージ入れてます。もう止まってるだけでまずいわ。出てきます。じゃあ行きますね。よし、あっちいいけどめちゃくちゃいい天気ですね。くそ暑い。今日あえて白い T シャツで来たんですけどね、もう色関係ないですね夏は。白の T シャツと白いヘルメットでこうでして、この35度の灼熱でも3、4度下げてやろうっていう気だったんですけど、やっぱ T シャツのバックプリントが暑くてちょっと映せないけど、皮膚呼吸できない。そこの部分だけめちゃくちゃ暑い。まあ、T シャツでもセブンメッシュのような、サイトシャツのような速乾性がいいやつだったら今よりだいぶ楽ですけど、とはいえやっぱジャージみたいに体に密着してないから、なんかストレス。あ、着きました。あっち。めちゃくちゃ暑い。暑いけど、いい天気。暑っ。もう絶対 T シャツで着たくない。暑っ。まあこの、アラフォーの汗かいた姿なんか多分見たくないと思いますけど、それぐらい暑い。わかりますか、この僕の汗の量。もう今200リットルぐらい出てます、これ。今日はムーミンのタオル。いやー、すごい暑い。もうなんかこう腕にこの張り付く感じが深い。めちゃくちゃいい天気ですね。でもヒルクライムはもう T シャツ着ちゃダメ。次からもう、次からっていうか初めての人もジャージで来た方がいい。まあ、帰り下りは多分いいと思います。下って例えばファミレス行くとか、ご飯食べ行くとか、コンビニ行くとかいいけど、それってサイクリング中の本当に 2,3 分じゃないですか。だったらもうジャージ着ちゃいましょう。ちょっと水分補給しよう。もう暑すぎてもう携帯が止まりますよ。それぐらい暑い今日。滑った。じゃあ今日の服装を紹介します。パタゴニアの T シャツです。バックプリント、これが意外と暑い。
短パンがグランピーの昔作ったオリジナル短パンです。ヘルメットジロでしょ。サングラスはオークリーのフライトジャケットの超光レンズです。ソックスがセブンメッシュのメリノウール。意外と夏暑くないので結構おすすめ。でシューズがジロのビンディングです。やっぱヒルグライムするんだったら、まあ、こ結構ね距離短いです。2キロですけど、たったジャージがいいです。もし竜王公園じゃなくて黄金山夏来るんだったら、まあじゃあまあ、黄金山ぐらいだったら T シャツ3本でいいですけど、極楽寺とかもっと距離が長いヒルクライムするんだったらもう絶対ジャージで僕行きます。ということで、我慢できずに速乾性がいいセブンメッシュの T シャツとビブ障子に着替えちゃいました。めちゃくちゃ楽です。もう最高。なんか T シャツの不快感があったから、よりこの快適さが再発見できてよかったと思います。来年あたりこのスタイル来ると思うので、早めにこれやっといた方がいいと思いますよ。そしたら先取りできる。持ってきました。まとめます。ヒルクライムは T シャツ短パンで行かない方がいいです。もう帰り着替えちゃいました。黄金山の日陰でお尻丸出しにして着替えちゃって、それぐらいしてやっぱジャージっていう、まあ速乾性がいい T シャツとか、まあ、ジャージっていうものは爽快な感じでめちゃめちゃ楽です。本当持ってない人はもうこの夏きっかけに、この夏をきっかけに買って早めにスタートして、来年また多分サイクリングすると思いますけど、その時に今恥ずかしさを捨てれるように、今年2022年からトレーニング、まあ、心拍トレーニングと筋トレ、まあね、筋トレも重要ですけど、そういう人の目になれるトレーニングを早めにしといた方がいいと思います。その方がサイクリングより楽しくなると思います。僕の主観です。実際僕今すごい楽しいし、昔、まあ、僕も一時期ジャージ着たくない時期が、まあ、あったんですけど、やっぱジャージ着ると結構楽しいし、足もよく回るし、自分の思ってた以上のパワーが出るし、ただそのやっぱジャージでもね、やっぱかね、色を使いすぎると全体的なまあコーディネートが悪くなってしまうんで、できればまあ引き算をしてなるべくシンプルにして、まあ、サイクルキャップのつばとかソックスの色を合わせたりとか、そういうなんかまあ足し算引き算をして、まあ、ジャージとか速乾性がいい T シャツ、ビブショーツとかソックス、ビンディングシューズ、ヘルメット、サングラス、全てをこのコーディネートするとよりまたワンランク上の楽しさができると思います。ちょっと偉そうなこと言ってすみません。今僕がそういうレベルに達したんで言えるんですけど、楽しいです。以上、僕はもうこのまま2号線走って帰ります。もしこの動画を12月とかね、2月とかにクソ寒い時見る人は、この動画見ればまた暖かくなると思うんで、その時の翌年の夏のファッションの参考にしてみてはどうでしょうか。じゃあ終わります。